こんにちは、けいそうです。今回は梅干しの描き方をお届けします。この写真は赤じそにつけて赤く染まった梅を天日干ししているところですね。この干してる梅を絵手紙にしたいと思います。難しそうに見えますが、ざっくり描くので簡単に描けます。最後までゆっくりご覧くださいね。使う絵の具は吉祥の顔彩24色中8色です。筆は面相筆、作用筆、文字を書くための筆ペンを使いました。はがきは下線紙、にじみの少ないものを使います。まず面相筆に黒を取り、梅干しから描いていきます。塩漬けした梅干しはシワシワなので、このように線を波打たせながら大体の円形で描いていきます。たくさん描いてくださいね。簡単に描けますね。続いてザルを描いていきます。ザルは竹で編んであるので、このようにいくつか線を引いておきます。これは赤じそですね。梅干しを干すとき、しそも一緒に絞って干すんですよ。梅の間には編み目を入れておきます。ざっくり簡単に入れておきますよ。竹は編んであるので、縦の線も入れておきましょう。ザルの枠のところもそれらしく模様を入れておきます。一度筆をきれいに洗ったら、紫を絵皿に取り少し薄めます。この色で梅干しのシワを表現していきます。このようにあちこちに模様を入れたら、水筆で少しぼかして影を入れていきます。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、今回は作用筆を使っています。ちょっとシワっぽく見えてきたでしょ。このシワは全然適当で構いません。面相筆をよく洗ったら、線香器、勾配、紅で綺麗な赤色を作ります。梅干しの赤色を作るためにいろいろ試したんですが、勾配と紅だけではなんとなく暗い感じがするんですね。そこで線香器を足しました。はい、この色で梅を塗っていきます。全体に塗るのではなく、途中まで塗って、そしてあとは水筆で下の方に向かってぼかしていきます。梅全体にべったり塗るのではなく、途中まで塗ってぼかしたのは梅干しの雰囲気を軽くしたかったからです。お日様を浴びて少し乾燥しているところを表現したかったんですよ。絵皿の中の
色を少し変えて赤い色に変化をつけました。単調にならないようにするために色を少しずつ変えていきましょう。作用筆に持ち替えてオードと線香器を絵皿で混色します。この色でザルの枠を塗っていきます。次にクリカーチャーを取りザルに模様を入れていきます。次に絵皿の黄土色を少し水で薄めて網目のところをざっくりと塗っていきます。ざっくりでいいですからね。面相筆に持ち替えて紫と新砂を絵皿で混色します。この色で干した赤じそを塗っていってください。はい、ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。この動画がお役に立ちましたらぜひご登録といいねボタンをお願いします。またブログ爽やか墨彩画教室では YouTube で語りきれなかった画材や墨彩画についてのさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。